おはようございます。今日も最高の一日にします。いきます。練習いきます。今日は10時15分と16時からの2部練習です。ちょっと朝ゆっくりめに過ごしました。いきます。午前の練習終了しました。今から昼食を取りに行きます。お昼食べ終わりました。お昼食べ終わった後ベイシャさんで買い物をしました。今から16時から練習なので時間あるんで昼活しに行きます。ちょっとだけ昼活してその後練習の準備してます。昼活行きます。昼活終了です。午後の練習行きます。練習終了しました。帰ります。歯磨き粉をいただきました。今日から使います。取ったら俺もやるから。取ったらやるから。もうこっち来てる。ファイヤー死ねー。さあ来るんだ。お前こっち来るんだ。うわ、来るんだ。おおおえ、ちょ、薬品じゃ死なないから。新聞紙最後叩き潰すの。いい、ちょっと汁出ちゃう。無理無理。待って待って、汁は無理だって。寝ます。夕食後はブログを書いてました。書き終わりました。無事ナイスです。最高の一日でした。おやすみなさい。おはようございます。行きます。ランニング行きます。走ってきました。ナイスです。図書館行きます。いただきます。出発します。1時40分から英会話あるんでクラブハウスの近くの教室で英会話した後そのまま練習に行きます。行きます。英会話終了しました。練習行きます。練習終了しました。今から夕食を取りに行きます。行きます。夕食食べ終わりました。帰ります。寝ます。今日は8月最終日。月がすごく綺麗でした。すごい綺麗で、まあ、それだけでも一日だなと思いました。寝ます。おやすみなさい。最高の一日でした。おはようございます。行きます。
練習行きます。今日の午前中は映画を2本見ました。ロッキー2とフィールドオブドリームス。ロッキー2はあの有名なボクシングの映画で、ロッキー1作目はこの前見たんで、今日2作目を見ました。まあ、もともと見たことはあったんですけど、改めて見直しました。年末、この前の年末、実家帰った時にたまたまロッキー一挙放送みたいなやつを実家のテレビでやってて、まあ、それで見たんですけど、まあ、相変わらずすごくいい映画だなと。まあ、ボクシングの映画ですけど、どっちかっていうとこうヒューマンドラマみたいな要素強くて、すごくいい映画で、もう好きな映画の一つで、改めて見て感動しました。で、フィールド・オブ・ドリームスは今回初めて見ました。ケビン・コスナー主演の、農場に野球場を作るっていう話なんですけど、これがすごく良かったですね。今まで見た中で一番の映画更新したかもしれません。今までマイ・インターンってやつが好きだったんですけど、ロバート・デ・ニーロとアン・ハサウェイが出てるあの映画が好きだった、一番って言ってたんですけど、まあ、ちょっとフィールド・オブ・ドリームス好きな映画何って聞かれたら、これからはそう答えるかもしれないです。そのくらい感動しました。すごく感動しました。ロッキー2もフィールド・オブ・ドリームスも一応字幕版で見たので、一応勉強ということで、そうですね、すごく感動したっていうのを共有したくて、特にフィールド・オブ・ドリームスすごく良かったです。おすすめです。練習行きます。練習頑張ります。練習頑張れそうです。頑張ります。もう頑張るのは前提ですけど、すごく良かったです。フィールド・オブ・ドリームス。練習終了しました。帰ります。寝ます。今日はやっぱりフィールド・オブ・ドリームスですかね。今日のトピックは本当に面白いです。本当に感動しました。本当に素晴らしい映画だと思います。ケビン・コスナー。ちなみになんでフィールド・オブ・ドリームスを見ようかなって思ったかっていうと、オードリーのオールナイトニッポンっていうラジオ番組で、よくオードリーのお二人がフィールド・オブ・ドリームスの話題を出してたので、もともと見たいなと思ってたんですよね。それで Amazon プライムでおすすめで出てきて、見てみました。ベスト映画です。更新しました。そうですね。もう少しサッカーの話とかした方がいいと思うんですけど、今日はとりあえず、ちょっとこの感動を共有したかったので、フィールド・オブ・ドリームス。本当に面白い映画でした。寝ます。最高の一日でした。おやすみなさい。